激化するオロチマル一味との激闘。ついに綱でも立ち、ここに伝説の三人と称されし忍びたちが一堂に会した。かつてない規模の戦いが今ここに幕を開ける。天地揺るがす激戦は終わった。オロチマルは逃亡し、綱では五代目火影就任を了承。ついに木の葉への帰路についた。まさに新たなる時代の幕開け。誰もが暖かな光を感じていた。しかし。